はい、ザ・LOWYAベース、はい、始まりました。今回はですね、ちょっといつもとは違って、はい、マントルピースの良さを伝えたいです。おお、気合入ってますね。そうなんです。ちょっと熱量差がありますね。あんまりマントルピース知らない感じですか、もしかして。なんかこれなんですけどね、マントルピースって飛び道具かなって思ってたもん。ああ、なるほどなるほど。確かにね、うん、ちょっとよく使い方とか分かんないですし、ね、もう全然想像もつかないレベルですね。でもめちゃくちゃ人気で今、流行ってるんですよ、はい、なので、まあ、そうやって気になってる人多分多いと思うんで、置き方とか使い方はもちろんですし、はい、持ってる人も多分新しい発見とかあると思うんで、動画の後半でもう実際に部屋作って実演していこうと思うんで、使い方とか置き方をぜひ最後までご覧ください。お願いします、はい、じゃあマントルピース会やっていきましょう。はい、じゃあマントルピース解説していくんですけど、知ってます？マントルピースって何なのかみたいな。マントルピースは暖炉です。うん、半分正解。そうそう、暖炉の周りのことっすね。暖炉が、炉があって火がバーって灯ってる、周りの装飾のことをマントルピースって呼ぶらしいんですよね。それをインテリアに落とし込んだ商品です。で、前は売ってなかったんですよ、こういう商品あんまり。まあ、そんなに売ってるイメージ今もないですけどね。ね、今もね、少ないですけど、洋風のめっちゃレンガっぽい装飾の暖炉とかがめっちゃ高くで売られてたんですけど、それが結構簡易的にこういう風になって、おしゃれに現代的になって最近販売されていて、で、LOWYAでも販売してますけど、結構安いんですよね、これがね。これ安いんですよ。そうそうそう。なので、今回はそのマントルピースを紹介しようっていう回です。韓国インテリアとかでめちゃくちゃ使われてますね。イメージありますね。ね、LOWYAのは収納がね、ついてたりするんですよ。両側ついてますよね。こっちもあります。あんまないと思うんですよね。あとLOWYAのはあれですね、ここがリバーシブルになってて、大理石柄にもなるんですよね。組み立て時に選べる。そう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 、今から実際に置き方とか部屋に置いた時の使い方みたいなのを実演で解説していこうと思います。はい、じゃあ簡単な部屋作ってみましたよ。ちょっと韓国っぽい感じですけど、どうですか？簡単な部屋じゃないですけどね。本当に、嬉しいそれ。即興でね、今ねパパッと作ったんですけど、大体ね6畳から8畳ぐらいのワンルームを想像してもらって見てもらえたらと思うんですけど、はい、一見使い方わかんないじゃないですか。わかんないです、もう、ね、この置き方以外僕は頭の中では思いつかなかったです、この普通のね。そうです、そうそう。ただ実際僕今日お見せしようと思ってるのが4パターンぐらいあって、うち1つなんですよね、普通の壁付けパターンなんですけど、他にも3つぐらいあるんで、それ今から見せていこうかなと思います。で、まあその前にこの商品こういった風にねワンルームとかにめっちゃぴったりなんですけど、何より奥行きがね薄いんですよ。見えてます？見えてます。こんぐらいめっちゃ薄いんで、やっぱ狭い部屋にいいですよね。やっぱ一人暮らしとかだと、なんか収納系って思いのほか奥行きあってしんどいとか思っちゃいますもんね。そう、奥行きあるとさ、圧迫感がめっちゃ出ちゃうんで、このぐらいのね空域だとすごい使いやすいんで。湾曲してる、このデザインも結構ポイントなんですよ、マントルピースって。普通ね家具ってまっすぐしてるものが多いじゃないですか、この辺ちょっとたまたまね丸い家具入ってますけど、そういった直線的というかまっすぐなものが多い中、こういったねアーチ状というか曲線が入るとメリハリが生まれるんで、ビジュアル的な面でもおしゃれに見えるんで、ぜひワンルームとかの結構主役というかドーンと置いてほしいですね。確かにこんな感じで、壁付けするのがまず1つ目の、めちゃくちゃオーソドックスというかもうみんなやってるパターンですね、ちょっとね他にも使い方今からまた見せていこうと思います。2つ目の、まあ、置き方というか使い方ですね、を、お見せしようと思うんですけど、この鏡使います。まあ、こんな風にディスプレイする人もいるとは思うんですよね、韓国インテリアって結構こんな感じのねチェアを合わせてお部屋に置いてる人多いんですよ。あ、そうですね。そうそうそう。だから椅子とかがもし近くにあったら簡易ドレッサーになるんですよね。ああ、なるほど。こんな感じで、例えばこの辺に化粧小物とか、お出かけのねアクセサリーとか置いてたとしたら、ドレッサー代わりにできるんで、こういった使い方できるのは1個ポイントかなと思います。確かに6畳とか8畳だったら、ドレッサーもテーブルも収納もとか言ったら、いくら広スペースあっても足りないので、こういうのは確かにいいかもな。鏡自体がね、インテリアとしておしゃれだと思いますし、プラスこういった風に実用的に使えたらめっちゃいいかなと思うんで、確かに参考にしてもらえたらなと思います。そんな感じで、これが2つ目の使い方だったんで。あとね、残り2つあるんですけど、これはまだね、ちょっとね、想像できるというか、あ、なるほどみたいな感じになると思うんですよ。残り2つは、ちょっと上級者編というか、あんまり多分やってる人いないと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい、じゃあ3つ目の使い方をネット紹介していくんですけど、これも見てもらった方が早いので、今からちょっとこの辺の家具を動かしていこうと思います。あ、そこに。そうそうそう。ヘッドがないベッドってあるじゃないですか。で、韓国インテリアってこういったスロコ系のベッドが多いと思うんで、あんまヘッドないんですよ、皆さん。そんな時に、ベッドのヘッドボード代わりとして使うっていう使い方ですね。これやってる人あんまいないんじゃないですか。いや、僕見たことないですね。そうそうそう。使いにくくなっちゃう部分もあるんで、この下の段とかには、収納ボックスとか置いてもらったりして、この辺に、例えば携帯とか、本とか、そういったものを置けると思うんで、めっちゃ使いやすいと思うんですよ。なるほど。で、間接照明とかね、こんな感じで置いてもらえたら、明かりもね、近くにありますし、こんな感じで使えば、スペースを効率的になおかつおしゃれにできるんじゃないかなと思いますね。これ一番なんか、新しく家具買うってなったら、入れやすそうですね。そうですね。まあ人によってはね、ちょっと使いにくいっていう人もいるかもしれないですけど、狭い部屋の人とかね、結構使い勝手これいいと思うんで、ぜひ参考に作ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。これがまあ3つ目だったんですけど、もっとイレギュラーな使い方を最後お見せして終わろうかなと思います。はい、じゃあ最後4つ目なんですけど、ちょっとね、レイアウトを大幅に変更しようと思います。大幅に。はい。はい、じゃあレイアウト変更したんですけど、最後仕上げ終わってなくて、この子をこんな感じで、斜めに置くパターンですね、最後は。斜めに置くパターンですね。そうそうそう。これしてる人もあんまりね、いないんじゃないかなと思いますね。これ斜めに置くだけでなんか全然雰囲気変わりますね。でしょう？まあ若干ね、ここがね、デッドスペースっていうか、もったいなくはなっちゃいますけど、ちょっとゆとりある人はこれやってもらえたら上級者っすね。なんか心にもゆとりがありそうですね。ね。これやってる人なかなかいないでしょ。海外の本当の暖炉ってこんな感じ多くないですか？確かに。斜めになんか角にあって。ね。これのメリットの一つが、入り口とかがそっち側だった場合、入り口との対角線上になると思うんですよね。そうなるとめっちゃ目いきません？あ、なるほど。入ってきた瞬間、目に入ったら。それがよくドライベースでも言ってます、フォーカルポイントになるので、めっちゃ視線集めてくれるんですよ、この子が。そしたらやっぱ奥行き感が出て部屋が広く見えますよね。そういったメリットもあるので、部屋に余裕がある人は広さとかに、この置き方チャレンジしてほしいですね。これはいいことを知ったぞ感が。あ、本当ですか？そう、かなりイレギュラーだと思うんで、やれる人は限られてるとは思うんですけど、使い方の一つとして覚えておいてもらえたらなと思います。はい、じゃあ、マントルピース、置き方も、まあ悩むとこではあったんですけど、正面のディスプレイが、センスいるじゃないですか。コツとかあるんですか？ああ、そうですね。まあ、いくつか飾り方とか置き方とか、あとアイテム選びのポイントはありはするんで、簡単にじゃあ、そのあたり解説しますか。お願いします。はい。じゃあ、そうだな。まずアイテム選びなんですけど、多分韓国インテリアとかで使われることが多いと思うんで、まあ、それを前提にお話しすると、まず、韓国インテリアで使われているような雑貨をやっぱり何個か入れてほしいですね。この辺りのこのね、ちょっと形が変わった花瓶とか、あとこの辺りのミラーとかね、こういった特徴的なアイテムを入れてほしいっていうのと、あとやっぱり暖炉なんで、炎を連想させるこういうキャンドルとかね。それでろうそく。めっちゃいいと思います。この辺りは確実に入れてくれたら雰囲気がより出るんじゃないかなと思います。あとはまあディスプレイ要素の強いこういう本とかいいと思いますし、この下段はさすがにやっぱりちょっと埃とか気になると思うので、僕はこういうボックスとかがおすすめですね。なるほどなるほど。っていうふうにアイテムは選んでもらって、であとは飾り方が迷うと思うんですけど、基本はまあ三角構成っていうよくドライベースでもね、解説してるやり方で、正面から見てもこう上から見てもね三角形になるような感じで作ってもらえたらいいんですけど、ダメな例としてマントルピースの真ん中にこうやって置いちゃうとなんか何とも言えない垢抜けないっていうか、わかりますよね、なんか不格好じゃないですか。なんでちょっとどっちかにこうね、塊を寄せてあげたりしてバランスを取った方がいいんじゃないかなと思うんですね。こっちもそうですね。あんまりなんて言うんでしょう、全部同じようなボリュームじゃなくて、上は少なく下は多いとか散らしながら。そう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 、散らしは大事だと思います。そのあたりなんかLOWYAのコーディネートの例とか、マントルピース使ってるコーデいっぱいあるんで、参考にして作ってもらえたら、まあまあこんな感じで多分作れると思うので、はい、ぜひ参考にやってみてください。お部屋の雰囲気に合わせて。そうですね。テイストとか雰囲気に合わせてやればいいんじゃないかなと思います。なるほど。ありがとうございます。はい。はい。じゃあマントルピースのね、魅力を伝えたいと言われたわけですけど、いろんなね、置き方とか、飾り用とか、全然ね、角度とかつけるだけでこんなに違うとは思わなかったので、ちょっと迷ってる方にはおすすめやっぱできるなこの子はと思いましたね。よかったです。そう、良さをねなかなか伝えれる機会もないんで、今回ちょっと動画にさせてもらったんですけど、よかったです。伝わったようで。伝わりました。はい、今日この紹介したマントルピースは、はい、この動画の概要欄にリンク貼ってますので、はい、気になったりね、もともと気になってたけどもっと興味が湧いたって方は、うん、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、コメントで他に紹介してほしい商品とかあれば、うん、ぜひ教えてほしいですし、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。